ここは山梨県伊沢温泉にあるホテル。ちょっと変わったサービスがあるということです。こちら夕方5時まで1階ロビーにてウェルカムスイーツのご提供を行っております。え？ウェルカムスイーツ？ケーキを1つずつこちらからお選びください。ありがとうございます。色とりどりのケーキ、どれでも1つもらえます。長い移動の後に甘いもの、これには最高ね。だいぶ満足感違うかもしれないですね。さらにアイスが夜10時まで食べ放題。売店には何かの工場？バームクーヘンです。一から作り方を見学できます。この宿、名前を見るとシャトレーゼホテル。シャトレーゼがやってるっていうことで選びました。そう、ホテルを運営するのはシャトレーゼ、スイーツのチェーン店です。今急成長、最大の強みは安さです。1月店舗数が1000店に達しました。そのシャトレーゼが2022年に買収したのが先ほどのホテル。元は日本郵政のかんぽの宿で赤字でした。そこにスイーツという個性とお得感を持ち込んだところ、シニア世代のご夫婦の方が中心だったんですが、ファミリーのお客様がメインになってきていますね。まあ、幅広くなってきた。新たな客層を得て稼働率は 85% に上昇。2年目の今期黒字になる見込みです。実はシャトレーゼ、これまでに11カ所の施設を買収。リゾートホテルに都市型の老舗、大企業の研修施設とタイプは様々。いずれも再生を託され、多くは黒字化を果たしています。ここもシャトレーゼが買収した伊沢温泉の旅館。シャトレーゼの創業者、斉藤博史会長、89歳。再生は無駄の発見から始めます。例えばここ、以前は旅館の受付ロビーでしたが、持たないじゃないですかね。ほとんどガラガラなんですね。意外とこういうそのホテル関係ってのは無駄なものがあるんですね。そこでまず旅館の玄関とロビーをスイーツ店に改装。それとレストランを一体運営にしたのです。最低の下見をしておいて、忙しい時にはお互いに行こうって言ったら、例えば今だったらレストランの方が暇ですよね。ですから手伝ってますね。こうして人をできるだけ増やさず、売上を4割近く増やしました。シャトレーゼはさらに今年、佐賀県の唐津など2カ所の再生に取り組みます。しかし、スイーツの企業がなぜそこまでホテルを？お菓子のお店のお客さんにホテルでユニークな体験をしてもらうことで、さらに熱心なファンになってもらおうという狙いがあります。全国に店舗を増やしていく中で、パン作りの拠点として活用しようとしています。この業界に参入するということなくて、お菓子の業界の一環としてやってます。今平均2億円ぐらい売ってますけど、なんとか3億に平均持っていこうと。まだまだやれる余地ありますんでね。このローカルビジネスサテライトは日経電子版や TVH の YouTube で見ることができます。全国のさまざまな取り組みをお伝えしていますので、ぜひご覧ください。